どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、フィンエアーっていうね、フィンランドの航空会社が、マイレージサービスをですね、アビオスにするっていうことが結構前に発表あったんですよね。で、今回の動画ではですね、このフィンエアーのアビオスがですね、とうとうね、このブリティッシュアウェイズとか、カタール航空とかね、このマビオス一緒の使ってるわけなんですけども、とうとうね、統合できるようになりましたということで、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、今回の動画ね、ちょっとニッチすぎてね、ほとんど再生されないかもしれないんですけども、一応ね、このブリティッシュエアウィズのアビオス、まあ、イベリア航空とかカタール航空とかもね、このアビオスっていうマイレージサービスね、使っているわけなんですけども、こちらがね、フィンランドの航空会社のフィンエアでもですね、採用されて、とうとうね、統合できるようになりましたということで、統合できるようになったのはですね、5月の22日からということで、本当にね、最近できるようになったわけなんですけども、どうやらね、今 システムがダウンしててるみたたいいでで統合作業自体はねできななって言った形になります、まあ、数日たてはね、利用することができると思うんですけども、まあ、今回ね、このブリティッシュアウェイズとかイベリア航空、カタール航空とかのね、まあ、同じマイレージサービス、アビオスにですね、フィンエアのマイルもね、一緒になったということで、まあ、実際ね、どういった感じで利用することができるのかっていうのをですね、解説やっていきたいなと思いますので、 このね、ブリティッシュアウェイズのアビオス、まあ、ピンエアのアビオスもそうなんですけども、アメックスのね、リワードポイントからも交換することができますし、またね、マリオットボンボイポイントからも、えブリティッシュアウェイズとカタルコークはね、交換することができるっていうふうになりますんで、結構ね、交換ルートは通ってるっていうふうになりますので、まあ、気になってる方もね、結構いらっしゃるのではないかと思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければなぁと思います。 はい。ということで、まずね、フィンエアーからなんですけれども、フィンエアーって、まあ、 飛行機好きな方はね知ってると思うんですけれどもえフィンランドのね、航空会社っていう風になりまして、えー、フィンエアはフィンランドに拠点を置く航空会社でワンワールドメンバーであるフィンランドのフラッグキャリアであります。で、フィンランド、ヘルシンキベンター空港拠点にフィンランド国内、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、中東などに就航を展開していて、えー、ワンワールドに加盟しております。で、国内20都市、国際線79都市合計1000都市にわたる、また日本路線でも東京、大阪、 名古屋といった3都市圏のみならず福岡札幌といった地方都市にも就航しており日本発着のオンシュエラインの路線でフィンエアラが一番便数が多くネットワーク最大の規模であるが現在新型コロナウイルスロシアのウクライナ情勢の影響により東京 大阪、えー、路線以外すべて運休となっていたが、5月の31日から、えー、名古屋発着路線がね、再開される予定であるということで、まあこちらね、Wikipedia に書いてあるわけなんですけれども、まあフィンランドのね、航空会社でワンワールドにね、加盟している航空会社っていうふうに、ん、 なります。で、こちらがね、公式サイトになりまして、JAL とね、同じ、えー、ワンワールドにね、加盟しているわけなんですけども、こちらですよね。アビオスをね、えー、採用するようになってですね、今後ね、このフィンエアーのマイルも、えー、アビオスで、えー、ブリティッシュアウェイズとかね、カタール航空とかと、えー、一緒にね、利用することができるって言いたがになるんですよね。で、こちらね、あの結構調べてみたんですけども、このマイページからですね、えー、この、 残高およびお取引のところからね、あの、統合ができるみたいなんですけども、まあ、ちょっとね、いくらやってもね、こちら、あの、統合画面に行きませんので、まぁ、あ、今現時点で多分落ちてるんだと思うんですけれども、まあ、こういった感じでですね、フィンエアはえアビオスをとね、採用してえ、今後ね、利用することができるって言いたちになるんですよね。 で、私の方ですね、必要マイルスをね、えー、ポチポチ、えー、調べてみました。一気にババンとね、えー、お見せしちゃうわけなんですけれども、まあ、こういった感じのね、検索結果になりまして、このフィンエアーのね、マイレージ、アビオスに関しては、サーチャージが設定されているんですよね。で、サーチャージが設定されておりまして、日本国内の路線に関してはですね、サーチャージをご負担いただきますっていうね、公式サイトに記載があるんですけれども、まあ、どうやらね、 あの、アメリカ路線とかはですね、JAL とかとね、同じようなね、サーチャージが設定されてるんですけども、まあ、それ以外のエリア、まあ、特にですね、まあ、このフィンエアは、まあ、ヘルシンキのね、航空会社っていうふうになりますので、ヨーロッパ方面のね、あの、燃油サーチャージは非常に安くね、設定されているっていうふうになりますんで、もうちょっとね、かかってもいいかな、なんていうふうに思う路線でも、まあ、1万円台からですね。 え、利用することができるっていう風になりまして、まあ、必要マイル数はですね、まあちょっとね、限定的にはね、利用しやすい場所もあるけども、まあ、全体的にはちょっと利用しづらい感じですかね。 ポイント交換自体がですね、冒頭にも言ったと思うんですけれども、マリオットモモイポイントからブリティッシュアウェイズとかですね、カタール航空から交換することができて、やはりこっちがね、結構強いポイントだなっていうふうに思っておりまして、まあ今ね、アメックスのゴールドプリーァードとかね、その他、昨日の動画でも紹介させていただきましたけども、アメックスのリワードポイントからこのね、フィンエアのマイレージって交換することができて、1250ポイント1000マイルでね、交換することができるんですよね。でですので こっちのルートがね、通っておりますので、利用しやすさっていうのはね、結構あるかなっていうふうに思うんですよね。1200ポイントね、1000マイルで利用することができるっていうふうになりますんでね。で、おすすめ路線としてはやはりですね、このフィンエアっていうのはヘルシンキのね、航空会社ですので、このね、ヘルシンキであったり、コペンハーゲン、ストックホルム、 オスロ、ここの,の都市に関しては、おそらく他のマイレージサービスよりですね、必要マイレージ数少なくね、利用することができて、またね、燃油サーチャージも、エコノミークラスだったらね、1万1000とか1万3000ぐらいでね、利用することができるっていうふうになりますんで、このオスロ、コペンハーゲン、ストックホルム、ヘルシンキー、まあ、ここら辺に関してはですね、非常におすすめって言いた感じになります。で、あとね、パリとかロンドンとかね、ここら辺に関しても、 この交換レート的にですね、アメックスのリワードポイントが使える点としては結構いいのではないのかなと思います。このパリとかロンドンとかですね、アラスカ航空とかだと37,500とかね、まあ、そのぐらいで出てくるんですけれども、まあ、アラスカ航空はね、アメックスリワードポイントから交換できないので、レートとしてはね、こっちになるんですよね。 ですので、そうなるとですね、やはりね、アメックスリワードポイントで交換できるフィンウェアのね、アビオスで利用することができるっていうのはですね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。しかもね、ネイサーチャージエコノミークラスであれば、ま、ここら辺のね、 え、価格帯で利用することができますので、まあ、検索してね、結構びっくりしたんですけれども、3万マイルでね、このヘルシンキとかストックホルム、コフベンハーゲン、オスロとかね、利用することができますので、ここら辺だったらね、非常にいいのではないのかなぁと思います。ちょっとで、ね、ビジネスクラスまで行っちゃうと必要マイルがちょっと多いかなぁなんていうふうに思いますので、まあ、利用できるっていう点ではね、やはりエコノミークラスかプレミアムエコノミー、ヨーロッパ方面であれば結構ね、使い道のあるね、マイレージサービスに なるのではないのかなと思います。逆にですね。 アメリカ路線とかね、もうほとんど出てこないっていう風になりまして、一応ね、あの、冒頭にも言ったと思うんですけども、フィンエアはね、ワンワールドに加盟しておりますので、JAL の特典航空券が発見できてもおかしくないんですけども、まず国内はね、全然ヒットいたしません。で、またね、アメリカ路線に関してもほとんどね、ヒットしなくて、唯一ね、このホノルル路線のね、ビジネスクラスとかはね、出てきたわけなんですけども、サンフランシスコとね。ですけども、まあ、必要マイルスはね、まあ、サンフランシスコは もう10万マイル近い。えー、ホノル路線もね、7万8000マイルとかになっておりまして、まあ、サーチャージもね、がっつりかかってくるっていう風になりますんで、ちょっとここら辺はね、利用することができないですかね。 で、またね、このアジア路線に関してもですね、必要マイル数がですね、本当に、え、ヨーロッパよりもね、高いっていう風になりまして、これね、あの、普通にヘルシンキね、経由していくようなね、ルートしかね、出てこないっていう風になりますんで、これもね、ちょっと厳しいですよね。まあ、台北のビジネスクラスとかね、こちら JAL のね、ビジネスクラスなんですけども、1万3000でね、4万1000とかね、マイルかかっちゃいますので、まあ、基本的にはですね、アジア、え、アメリカ本土には全然使えないマイレージさ、 基本的にヨーロッパ方面がねメインで利用することができるマイレージサービスっていうふうになりますかね。まあ、思ったよりねネイサーチャージがね安かったので、まあ、ここら辺であればですね結構ねいいマイレージサービスではないのかななんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、フィンエアのね、マイレージサービスが、アビオスね、採用されましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、もともとね、このブリティッシュシェアウェイズのアビオスね、JAL の特典航空券がね、お得に利用することができてね、非常に有名なマイレージサービスだったんですよね。まあ、昔は本当に片道国内4500マイルとかね、その後一回、えー、悪くなって6000マイルぐらいまで引き上げされたんですけども、今はね、もうちょっともう目も当てられないね、必要マイルスになって、東京を 沖縄とかね、片道1万1000とかね、そのぐらいに。 引き上げされてしまってこのブリティッシュアウェイズのマイルっていうのはなかなかねちょっとね使い道がないマイレージサービスになってしまったんですよねでその後ねカタール航空もこのアビオスを採用して今現時点ですねこのアビオスをカタール航空のアビオスに交換して無料で交換できますんでねで交換するとねこういった感じでね JAL の特典航空券とか発券できるように見えるんですけどもこれね片道のあの沖縄路線だともうちょっと多いかもしれないですけども本当に国内、ね、6000とかで出る んですけどもあの空席がが出出てているるんんじゃなくてアルビンが全部出るんで、すすよねですのでの東京、沖縄って調べると全部出てきて、これをね、あの、発見しようとすると、えー、申し込みますよね。そうすると、カタルール保護区の方に、えー、問い合わせみたいな感じがいって、それでね、もし空いてたらいいですよ。で、そ、その時、所で教えますみたいなね。まあ、そんな感じのね、利用方法っていう風になりますので、非常に利用しづらいんですよね。 で、私もね、こちら最初調べた時にですね、ホノルル路線とかもね、非常に少ない必要マイル数でね、 出てきたりするんですけれども、結局ね、私が調べて、カタール航空の方とチャットした時もですね、えっと、年内空いてませんとかね、来年の3月まで空席ゼロですとかね、まあ、よくわかんないね、結局利用できないみたいなね、まあ、そんな感じになっておりますので、このね、あの、アビオスっていうのはですね、なかなか利用しづらかったんですよね。で、今回ね、フィンエアもアビオスはね、採用されて、まあ、このヨーロッパ方面であればですね、このブリティッシュアウェイズのアビオスもですね、まあ、お得に利用することができるので、 ではないかと思いますのでこのね JAL の特典航空券がお得だった時にですねブリティッシュアウェイズのマイルに交換された方ね、まあ、非常に多かったと思いますのでぜひねえブリティッシュアウェイズのアビオスね持ってる方は多分ね今すぐねあの統合しようとすると多分できませんのでもうちょっとしたらね フィンアのアビオスにもね、交換できると思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレック診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。